新しい町に来たぜ。ガーディアンの村。名前があんまり可愛くねえな。ここは神聖なる祠を守るため、古代の神がお作りになった守護者ガーディアン族の村。あ、え？ザルドンの出身地？我々が一体いつからここにいて、そしていつまでここにいるのか、それは神がお決めになること。いや、でもザルドン、いや、でも ガーディアンっぽいよね、でも、ザルドンって。時満ちれば我らの任は終わり、人知れず消えていく。それが我らが定めです。はぁ、あ。何を言ってるのかよくわかんねえな。中に臭い村だっていうことはとりあえずわかったけど。え？あ、出ちゃった。一応ここあれだよね。ルーラで来れるよね。村になってるから、行けるはず。ないんだけど。選択肢にないんだけど。あれなのかな？何かしらイベントこなさないと、選択肢としてカウントされないみたいなさ、そういうこと？なのかな？我らは祠を守るため、しかし祠の奥に何があるのか、それは神のみぞ知る秘密。我らはただ祠に横島の者が近づかないよう守護するのみ、いつまでもいつまでも。言うてでもこれ敵出てこないでしょ。敵出てこない場所だったら、あれがあるはずなんだよ、あのスタンプカード。いや、祠の中とかかな。あ、これも普通に出れんの？なんかイベント始まった。やっちゃった、やっちゃった、やっちゃった。はあはあ、勝手に歩くんだけど。あ、っていうか、そうだ。あいつ使えばいいじゃん。なんつったっけ？こっち。なんか位置ちょっとずれたよね。何にも匂わない。ってことは何？こっちのマップ？ここ謎に歩くの何なんだって話なんだけど。いるかな、何か。ねえ、マジか。ああ、で、こっから出ると、外に出ちゃうの。いや、ここで使うアイテムなのかわかんないけど、前回のパートでも、謎の卵みたいの手に入れたよね。この島は海の果てにある小さい島ですから発見しにくいので、よそから人が来るのはあなたたちで2度目ですよ。1度目に来た奴らは何、ギャブ4とかなの。祠の奥に現れた人型のくぼみ、以前はなかったものだ。何かがここの前触れだろうか。人型のくぼみのことを我が長老ティティカ様に伺えば何かわかるかもしれんのか。これでも一回あれした方がいいのかな。グレートロームに話した方がいいのかな。あとは村人こいつぐらいか。ついこの前気を失った女の子が浜に流れ着いたんだ。今集会所で休んでるよ。これなんとなくあいつの気がすんな。クシューラだっけ。ああ、なんかいるな、左上の緑のやつ。そうだよね。我々ガーディアン族には男と女の区別がありません。じゃあどうやって子孫を繁栄してるんだよ。我が一族の長老ティティカ様はこの奥においでです。くれぐれも失礼のなきようご注意ください。あれなのかな、カタツムリみたいな感じなのかもしれないな、もしかしたら。で、多分このマップのどっかにスタンプカードがあるんじゃないかなと思うんだけど、どうよ。この女の人ついこの前近くの浜に気を失ったまま流れ着いたんです。まだ目が覚めないんで少し心配です。いや、目覚めてない、横揺れしてるけど。もう少し看病すればきっと気がつくと思うんですけど、それにしてもこの島に立て続けによそから人が来るなんて今までなかったことです。まあ要はあれか、一度目がこいつってことね。そのラスボスがここの島でなんかしてんのかなみたいに思ったんだけど、そういうわけではないのか。あー、誰か助けてー。おじさんさん、この人はドラドシティにいたクシューラさんでは。これ誰が言ってんの。まあバブが言ってると仮定して、一体なぜこんなところに。もう少しして記憶が戻れば話も聞けるのでしょうが。まあ今はイベントが起きないと。で、お前が大阪。わしはガーディアン族の長老ティティか。そなたたちこれわしに一体何の用かな。ガーディアンの祠のこと、あーと全部知らないんだけどね。とりあえず上から聞いてくか。わしらガーディアン族は長い間この島の北にある祠を守っておる。それはわしらが古代の神々によって祠を守るために創造された民だからなのじゃ。
じゃからわしらは祠の本当の秘密は知らんのじゃ。ところが最近祠の奥に人の形をしたくぼみが出現したのじゃ。そしてそなたたちが現れた我が村に伝わる伝説の通りじゃ。何を言ってんだこいつって感じなんだけど、まあ、合体外見せるか。うん、その会はまさしく伝説の会、祠にあるやと同じじゃ。ではそなたが伝説の祠の秘密を知る資格のあるもの、ついにこの日が来たのか。村にはこういう伝説があるのじゃ、よく聞くのじゃ。シェルトラドに災い送りしとき、伝説の会持ち者現れ、祠にくぼみ現れ、そして資格あるものガーディアンの祠に現れる。すんとくこそ祠の秘密明らかになろうという伝説なのじゃ。だが本当にこの日がやってくるとは、いよいよわしらの役目も終わる日が近づいているのか。これは祠の頑固って読むのこれ、頑固を開けるためのホーリーストーン。そなたが資格あるものならばこの石で祠に入れるであろう。おお、イベントアイテムゲット。装飾品にありそうだよねホーリーストーンってね。で、永遠の谷聞いてみるか。永遠の谷、とわの谷、残念じゃがわからんの。何か祠の秘密と関係があるのじゃろうか。まあとりあえず今行ける場所に行くか。いや、ここさ、村扱いされてないんだったら、でもあれか、ここにあるかなと思ったんだけど、ないのかな。まあ、地図にないってことはスタンプカードもないような場所なのかもしれんな。まあ A ボタン歩きはちょっと疲れたからやめて、まあとりあえず今行ける場所やってくしかないよな。まだその西の海底神殿みたいなとこも探索できてないんだけどさ、あのイルカン神殿のところ、これ何、これは調べても意味がない。なんかいかにも怪しい感じの見た目してるけどさ、ホーリーストーンが光り始めた。おお、揺れてんね。おお、地盤沈下起きた。もう一回調べても、もう一回調べても特に何もない。これは一回村戻った方がいいのかな。なんか長老に門が開いたよみたいなことを一度教えた方がいいのか。いや、で ここから行けねえし、ちょっとこの遺跡の構造をどうにかしてほしいよね。なんか南米にあるタイプの遺跡みたいなさ、インカ帝国とかの遺跡っぽい形してるよね。選択肢変わんねえわ。まあ今回のパートもちょっとコーラ飲みながらやっていくわ。もう干からびてるわ。ちなみに今日土用の牛の日だから、うなぎを食べるんだ。まあ今、午前11時過ぎぐらいに撮ってんだけど、まあ朝起きてから、豚まん1個しか食べてない。腹もね、ちょっとずつ減ってくよね。ああ、戦闘なるのか。まあそれなるわな。うえー、サヤエンドウみたいなやつ出てきた。なんかこういうコスプレありそうだよな。三面人、ソルジャーダーク。ああ、そのマギーとかいうやつパーティーに入れてたね。なんか有吉の壁とかでさ、そのサヤインゲンのコスプレみたいなのやる芸人いそうだよね。で、こいつはちょっと まだ守らせてて、いや、なんなら右の剣士もちょっとあれだよな、コスプレっぽいよね。マジえげつねえって。バクテラーってそういう能力あんの。ちょっと待って、病気だと特技使えないんだ。いやいやいや、きちいてきちいて。いや、まさかの雑魚戦でゲームオーバーなるみたいなさ。いや、おじさんにとりあえず集中砲火来る分に関しては全然いいんだけど、4440の経験値。いや、まさかこんな敵が鬼強くなることになるとは思わなんだが、これオロキはどうなんだ、聞く。あ、オロキはで直せるんだ。はあ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 。
で、あとはまあ、ホスピルで、ちょっとこの子たち回復入れて。いや、きついな。ザルドン耐性、いや、てか MP ねえじゃん。ザルドン耐性ねえのか。っていうか、宿屋もなかったよな、今の。今のその、何村。名前忘れたけど。いや、バイタリーの数考えるときちいな。まあ、どっかでレベル上がるでしょ。あと MP 回復用のアイテム持ってるから、まあ、最悪どうにかなるっちゃなる。オッケー、バイタリン。消費したら入手するという、まあ、非常にいい状態。ファイクロした方がいいのかな。てか、こいつはあれだな、最大 MP 低いな。あ、違う。あれか。今、ホスピかなんかで回復させたのか。ホスラム。ホスラムって何？はいはい、ホスピルの最上位魔法ね。ってことはいずれあれか、キララとかさ、リンダとか、あの辺の魔法使い、まあ魔法使いというか僧侶タイプのキャラも覚えてくれるみたいな感じなのかな。え、だってこのマギーって回復魔法覚えてないよね。なんか爆弾系の魔法は覚えてたと思うんだけど、攻撃魔法は、いやー、ちょっとまだ守らせておいた方がいいか。敵もね、それなりに強いからな。オッケー、剣の一撃だったら全然耐えられる。けど、病気がきちいな。あんまりその、病気攻撃してきそうな見た目してないけどさ、それでも病気攻撃してくんだもんな。で、今間違ってあのジジイ攻撃させちゃったよ。いや、病気、オルキアの商品 P が意外と高いのか。まあ、着付け薬使わざるを得ないよね。ただ、病気治せる、着付け薬じゃないか、なんだっけ。うん、名前なんつった？着付け薬じゃなくて、特効薬か。特効薬も数に限りがあるから、そんな毎回病気になってったらちょっとしんどいよね。一旦王子回復して、いや、もうマギーじゃない、あいつなんだっけ、キララとのレベル差がどんどん広がってくよな。メインパーティーこれでやってくつもりだけど、まああと育ててないキャラって何、例えばあいつも育ててないか、てかこれ見たことある、プリティどっかで戦ったことあるよね。リザードマンは多分初めてかな。あの忍者、なんだっけ、キラーか。キラーとかも育成してないし、ちょっとな、みんな育成しないとあんまり良くないよね。ちょ、メガト効くかな。プリティは死ぬかな、これで。そんなにデスハンド。あぶねえ、今の多分即死技だよね。そんなに強くないのかな、こいつが。はいはい、プリティは死んだ。いやー、ミスるね、コンボの一撃。まあ、敵もミスってきてくれてるから、そこはまあいいとして、ザルドンがミスりすぎなんだよ。こいつらに回避率異常に高い敵みたいな感じなの。特技は鑑定？ちょ、どういう効能があるやつなのか見ておきたいんだけど、コンボの一撃。あー、病気にするな。お、あー、はい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 、なるほどね。マリオ RPG でいう何考えてるのだな、いわゆるな。まあ、聖剣伝説2でいうディテクトのようなもんか。ブロクトとか覚えてくれるのは嬉しいんだけどさ。いやー、ちょっとこれきちいな。せめておじさん月レベル上がるまで、どれぐらいだっちゅう話よな。まあ MP は、MP じゃない、HP は回復しなくてもいいけど、ちょっとおじさん、1万3000、まああと4回ぐらい。3、4回戦闘すれば MP 復活するから、まあ、病気対策ができるわけだよな。 OKOK、 敵がまだ気づいてないからチャンス。
まあスパークブレードでいいか。ザルドンはまあ普通にぶん殴りした方がいいよね。まあ火だろ。まあ全員ちゃんと燃えてくれそうな見た目してるから。でソードラットってあんまりあれだね、以前出てきた敵とかなのかな。以前出てきたけど一回も戦闘はしたことなくて、いや要はまあ、どっからダンジョンで本当は出てくるはずの敵だったんだけど、さっきのプリティみたいに。だけどそのダンジョンでは出てこなくて、今こうして出てきてるキャラなのかもしんない。あ、そっか、あいつ使えばいいんだ。ドローンを使って。なんで呼べねえんだよ。むしろドローンここでしか役に立たねえだろあいつ。なんか右下の、え、なに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 、踏んじゃった。ちょっと、あ、戻せるのね。どういう仕組みなのかよくわかんないよね。いや待て、こっち来るべきじゃないかまだ。でしかもこれね、足場ずらせるってことはなんかあるよね。この足場をまずとりあえずずらしておくか。今の足場をずらした状態じゃないといけないような場所が多分あるはずだから、仲間呼ぶのか。でもこいつ無駄に面積広いからさ、両手広げて無駄に面積大きくしてるせいで仲間が誰も駆けつけてくれないっていうこの悲しさな。で多分おじさんとバブの攻撃で、オッケーオッケー、まあバブだけの攻撃でどうにかなってる。でも意外と経験値美味しいんだよな。つぶての嵐を覚えた。何あいつみたいな、ハンターハンターじゃない、ワンピースでいう、名前出てこねえわ。マルコみたいな感じか。はいはい。でこれで宝箱回収。キラースピア、スピアもでもあれだろう、装備できるのバードとかの装備品なのかな、スピアって。つぶての嵐、地面攻撃敵全体、ちょっと使ってみるか。プリティには効果ないと思うんだけど、まあ空中に浮いてるしさ。スパークブレードでうまいこと死なねえかな。あー、炎に対してあいつ耐性あんのか。いや危ないね。いや今のなんか上からぶん投げるような攻撃だったから、ワンチャンもしかしたら宙に浮いてるやつにもダメージ入んのかなと思ったけど、そういうわけではなかった。でマーキーの MP すげえ高いね。ちょっと神頼みんでどうにかして。で多分おじさんもそろそろレベル、ああなんかある。はい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 。まあ、今のところちょっと床の色も怪しかったからね。いいね、敵気づいてない。あ、今回のパートそれが多いよな。これどうしよう。いやまあいいか、粒粗で。もうガンガン全体技でやってった方がいいよねこういうのは。いや、つぶての嵐めちゃくちゃ強くねえか。ザルドンがこれ全体覚えたのでかいわ。まあ、空中に浮いてるキャラに対しては無力かもしんないけど、単純に強え。はいはいはい。お宝。木彫り人形。木彫り人形ってあれ、モスウッドですごい値段高いやつで売ってなかったっけ。身代わりになるやつだっけな。死んでも一回だけ蘇るみたいな、キーパーレイズみたいな、なんかそんな感じのやつじゃないの、クロノトリガーの。そういった感じのすごいいい能力お持ちのアイテムだったような記憶がおぼろげながらある。間違えた、あっぶね。メガと、今回敵今気づいてたか。オッケー、ラッキー。まあ気づいてるけど、剣の一撃でさ、なんかこの、なんだっけ、ソードネズミだっけ、ソードラットだっけ、こいつ。こいつの剣の一撃は病気になんないんだもんな。なんか別のさ、待って。
うん、これどうやっていく？いや、別のさっきコスプレみたいな見た目のやついたと思うんだけど、そいつがやってきた剣の一撃は病気状態になってたような記憶があるんだけど、モンスターによってあれなのかな、まちまちだったりすんのかな、病気になってしまう時もあればそうじゃなくて、あ、違う、棍棒の一撃だっけ。いやいや、こいつも病気にしてくるけど、他のキャラさっきのとは違うよね。いや、これほんとザルドの足を押せるマジできちーわ。能力的にはさ、あれと同じくらいの強さじゃん。あのキララのさ、ステミアタックみたいなやつあるじゃん、あれと同じくらいのダメージ量与えてくれるからさ、ザルドンが足速ければ本当にチートなんだけど、うん、でまた病気になっちゃってるからとりあえず回復入れて、多分そろそろレベル上がるはずなんだけどな。あ、うん、いや違う、いやもう上がったのか、今194か。あ、上がったんだ。うん、で待て、こっち、あー、そっか、あ、はいはい、いや分かった分かった、そういうことな。さっきの門扉を俺が逆に移動させてしまったことによって、宝箱1個取ることはできたけど、もう1個の方の宝箱は取れてないよみたいな。はいはい、これで戻して、これ戻すことによって多分今おじさんがさっき取った宝箱が今度取れなくなってるみたいな、そんな感じなんじゃないか。いや、 MP 全回復してるからやりたい放題だわ。このジジイもな、もうちょっとより強力な覚えてくれたらいいんだけど、まあ、つぶての嵐まではいかなくても100ダメージぐらいの魔法ね、覚えてくれればバンバン剤なんだけどさ。で、今度こっちがいけなくなって、え？いけるじゃん。ん？どうなってんの？こっち側から下に行けないのかな？いや、おじさんが今度逆に微妙だよね。もっと上位互換の技みたいの覚えてくんねえか？てか、あれだな、ここに来てあれ、なんかバグの運の良さを上げてた記憶があるんだけどさ、それが反映されてきてんのか、急所に当たりやすくなってるね。で、グラドンを覚えた。今誰がレベルアップしたって、バブがグラドンを覚えた。地面タイプの最上位魔法、地面攻撃敵全体120、ブーベランがでも急所に当たる確率もまあまあ高いから、どうなんだろう。ちょっと、まあ、ザラド2回ぐらい回復しとくか。これ出れる？こっちから出れる。あの怪しい像みたいなやつ入れるよね。鋼虫、あんまり鋼感ないけど、ちょっとせっかくだから使うか。 MP370 もあるもんな。まあ、地面タイプの技が効きそうな見た目のキャラには使っていいんじゃないかな。あ、逃げる。あ、え、もしかして鋼虫ってあれか、はぐれメタル的な感じか。鋼だもんね、それはなんか金属だもん、高いよねきっとね。あー、なに、こっちから取れんの。シェルアーマー、これバブ最強装備みたいな感じ。はい、あるね。上がるね。いいね。んで、ここの宝箱はとりあえず OK で。いや、またちょっとぐるっと回んなきゃいけないのか。あ、ちょっと画面がフリーズしてる。いや、じんわりとな。やっぱ今日もね、暑いからな。言うて7月末だからな。それ汗だくにもなるよね。いや、これはもうブーメラン。まあ、言うとこれでもワンタン切ればできるはずだから、オッケーオッケーオッケー。
いや、マギーがもういてもいなくてもあんまり変わんないような立ち位置だよな。こいつ今装備、あ、一応氷の杖とか装備してんのか。装備してても物理攻撃かますことがないからな。で、こっちの上はいける？あ、いけるよね。え、あの像めちゃくちゃ怪しいんだけどさ、さっきでも壁みたいのがあって行けなかったような気もするんだけど、いや、これよ。いや、もうこんだけでも強いの覚えてしまってるんだったら、あぶね、いや、ミスりやがった。見て、リザードマンが想像してるよりも、で、マギーレベルアップ、ワープレー、あ、こいつもワープレー覚えてくれるんだ。いや、あの像めっちゃ気になるんだけど、こっちでいいのかな。右側が正規ルートなような気もすんだけどさ、まあ、先に進んでねえから何があるかまでは分かんねえけどよ。で、やっぱしっかりね、特技した方がいいわ。特技って外れることないもんな、まあ、特技や魔法がミスるみたいのはこの大怪獣物語においてはないから、うーん、病気になりそう。まあどうにかミスってるから大丈夫だけど。で、今度こそこれでちゃんと息の量を止めてあげて、さあどうよ。何これ、こっち来てよかったのかな。あー、でも今の宝箱取るためだけのルートかな、なんかそんな感じしない。だから右側が多分正規のはず。これ言うてでもあれだよな、そのバブがこの地面技使ってさ、まあおじさんがスパークブレード使って、うーんと、ザルドンが梨のつぶてみたいな技使うじゃん、つぶての嵐使うじゃん。これでほぼ格殺できるわけだから、マギーをいちいちあれだよな、技使わせなくても要はいいってことだよね。あー、やっぱ宝箱取るためだけのポヨンアーマー、ポヨン最強装備かなこれ。てか、あいつどうしたの、あのポヨンだよ、ポヨン。クピクピは仲間になってるけどさ、ポヨンが仲間になってないんだよな。で、予想だけど、このハガネムシが、いやー、なんかダメージ食らわなさそう。あー、やっぱそうだよね、この感じ多分そういうことだと思う。はぐれメタル的なキャラだと思う。微妙な位置に呼んだなこいつ。まあ1体だけなら、まあ、ぶん殴りでも大丈夫か。ミスらなければいけるんだけど、あー、無限に呼ぶ。増えるワカメみたいな感じで増えてくよね。あー、しかも呼ばれたターンにそのまま行動できるんだこいつ。でもさっき行動してなかったような気したんだけどな、するときもあればしないときもあんのかな。で、マギーレベル26。いや、いつまでマギー育てんのかっちゅう話よな。まあ、他のポヨンとかもさ、ポヨンじゃないか、クピクピか、クピクピ育てたりとか、あとポヨンがあいついつ仲間になるのかわかんないよね。あー、ミスった、マジか。てか、ブーメランで攻撃したのか今。魔法を使って着ていたけど気のせいだった。いや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 、厄介だって。いや、しかもほら、これ病気になったせいでさ、今あれだろ、使えなかったろ。いや、下手こいたわ。ブーメランミスってたからさ、これでも多分死な、あ、死んでくれた。これおじさんまたレベル上がってくんねえかな。ちょっとオルキアの消費 MP が、あー、でも意外と低い、10か。
ホスピルよりも低いんだもんな。これちなみに次、あーでももう上がるじゃん。なんだよ意外と戦闘してんのか。なんか自分の中ではまだあと6番ぐらいあるかなと思ったけど、うまいこと減ってるわ。なんでグラドン、いやこれでもあれだな、あのプリティが多分死なない。まあ左の輩は多分くたばると思うけど、いや逆だな、あれブーメランすればよかったんだな多分。メガトでこれまだ死なないでしょ。このちょっと今采配ミスったわ。で多分次でおじさんがレベル上がってくれんのかな。まあレベル上がるんだったらもう今のうちにもう使えるだけ使っておいて。いや意外とここあれだよね、ダンジョン自体が長いよね。まあエンカウントが多いからダンジョン自体はそこまで実は長くないけど、エンカウントが激しいせいでまあそう感じてるだけなのかもしんない。ミスティックアークと同じぐらいの戦闘頻度だよな。で今の魔法の効果が何だったのかはもう不明だけど、死ぬかな。オッケー、はい来た、おじさんレベル45。マギーレベル30なるタイミングとさ、いや言うてでもあれか、このダンジョンクリアするまでにはなんないか。もう上がりにくくなってきてるもんな。うんで一回戻りのして、これリエントラ使った方が早かったかもしんない。ただちょっと気になるのが画面の左側にある、左側じゃない右側にさあったじゃん、謎の恐竜の像みたいな、中が部屋になって宝物庫みたいになってた場所あったと思うんだけど、あれは全部そうなってるってわけじゃないのかもしんない。まあ、このマップだったら、まあ、画面の右のやつ1個だけが隠し通路になって入れますみたいなさ、ちょうどそこの通路に入る部分床赤くなってて、まあ、他の床とはちょっと違うよみたいなさ、そういうヒントあったけど、こっちサイドの床にそういう模様っぽいものはなかったからないのかもしんないな。あー情けじゃないこれ。さっきもこうやってちびちび歩いてたけど結局何もなかったから、まあ多分そういうことだと思うんだよな。とりあえずこれでラッキーが2連続で出てる時ってあれだよな、敵に対して会心の一撃が2回入ったっていうことだよね。まあ、うまくいけば3連続で入ったりすることもあんのかな。で奥に行くか